こんにちは、総括塾の久保です。前回はね、花屋龍馬さんのシリーズでビジネスは命がけという意味をお話しました。ビジネスは命がけっていうのは、事業者が自分の命を投げ打ってでも成功させたいとかね、結果にコミットするってことではなくてですね、命がけっていうのはユーザーさんですよね。お客様がもしね、そのビジネスに失敗をして事業者さんがいい加減なことをすると、その人は死につながるってことなんですよ。まあ、例えばね、飲食店の例を取りますと、飲食店で食品を提供している事業者さんは、自分は死ぬことはありませんけども、お客様はその食品を食べて、最悪の場合死に至るってことなんですよ。まあ、ですんで、命がけてやらないといけないなっていうのは、自分の命をかけるんではなくて、お客様の命がかかってるんですよっていう意識でした。そしてですね、事業者は生き延びなくてはなりません。それはお客様のサポートのためなんですよ。私の速稼塾、30年の支払いを分割で認めてますけども、これはね、30年後まで私は生き抜いて皆様の責任を持ちますよっていうことなんですよ。でも多くの方ってのは、自分がビジネスを始めたのに、自分から諦めていって、5年後はもうやってなかったりするんですよね。いや、そうではないだろうと思いますよね。私は30年経ったら80歳ぐらいになってますけども、それでもね、第一線でビジネスをやってると思います。そのビジネスというのは、皆様へのサポートだということなんですよね。はい。そしてですね、今回お届けするテーマなんですけども、これはね、何にしようかなと思ってたんですけどね。まあ今回のテーマはね、まあ浮気ですね。まあ私はね、恋愛もビジネスも浮気はダメだと思ってるんですよ。いや、浮気をしてうまくいくことがないんですよね。それは自分に罪の意識を抱えたまんまやることになるからっていうのが一番大きいです。やっぱり自分に切れ味がないと言いますかね、隠すことがないと。もうフルチンでいられる状態が最強だと思うんですよ。隠そうと思えば思うほど、そして隠してあるものがあればあるほど、その話題からずらそうとすることによって、もう見えてくるわけなんですよ。透けて見えてるんですよね。まあ、例えばね、女性にいい加減な人がビジネスをやると、女性関係で失敗するし、それから女性が敵になるんですよ。例えばね、あの人はね、こんな人なんですよっていうふうに、被害を受けたと思われる女性から垂れ込みがあれば、その人と付き合おうって人は減るんですよ。そして女性にだらしない方はビジネスにもやっぱりね、だらしないんだと思います。そもそもですね、女性一人の人生を預かって恋愛なりお付き合いをするときに、いい加減なことで男性は離れることができないはずなんですよ。なのにそういうことをしてしまうってことは、ビジネスにもそういうずるさとかね、甘さとかが出てしまうってことだと思います。ビジネスだけはもう一流品でね、他のことがいい加減、要するにそういうことはないんですよ。普段の暮らしはいい加減で、ビジネスだけが強いってことはないんですよ。一時が万事と言いますけども、何か一つのことができる人っていうのは、全てにおいて隙がない、そういうふうなね、ライフスタイルになってくるんですよね。各言う私も最初からそういうことができたわけではありません。やっぱりね、女性関係もあまり良くなかったんですよ。その時はやっぱりね、ビジネスも移り気で全然ダメでしたね。まあ一点集中することによって、まあ、女性に対してもビジネスに対しても揺るぎないものになっていくのかなと思いますし、360度どこから掘られても全く自分に臆することがないっていうんですかね、もう最強の力で対応できるということになると思います。ただね、こういうのはあります。何と言いますかね、小さくなった服はほころびないうちに脱ぐっていう言葉がありますけども、やっぱりね、シーズンが過ぎたら衣替えをしないといけないですよね。ビジネスもシーズンがあります。私は最初、ポイントサイトやセルフバッグってものから始めましたけども、それができるようになったら今度はね、それを指導する人間になっていきました。そうすると今度は自分ではセルフバッグやポイントサイトをそんなにね、第一線ではやらなくなってきたんですよ。まあとはいってもね、まあ最上級ランク取るぐらいまでやりましたけども、その後はですね、自分のそのアフィリエイトの力を使って集客をしたりとかね、ネットワークビジネスに入っていきました。その頃はやっぱりね、アフィリエイトやってなかったわけなんですよ。こういうふうにビジネスっていうのはちょっとずつ自分のシーズンに従って衣替えをしていくっていうのがあります。ただその時もやっぱり浮気はしないんですよ。一点集中したものがあるとすれば、他のもの、過去に一点集中したものはもうすでに蓋をして閉じてお別れしていくんですよね。その繰り返しでやっていきます。私が投資を始めた時にアフィリエイトから一切手を切りました。これは以前もお話ししましたけども、月収で200万から300万をコンスタントに18ヶ月継続したアフィリエイトに対して、私はアカウントを停止してロックして終わりにしてですね、そして FX をゼロから始めたわけなんですよ。当然最初の1年間 FX は勝ったことがないんで、収入はほとんどありませんでした。でもそれまでのアフィリエイトのストックがあったんで、十分やっていけたわけなんですよね。そして今では投資のキャッシュフローがほとんどになりました。
アフィリエイトの報酬も確かにあるんですけども、主にアフィリエイトの報酬で言えるのは YouTube の10万円から20万円、この広告収入だけですね。他は数数えるほどそんなにないわけですよ。この前ポイントサイトで瞬間的に25万ぐらい入りましたけどね、それも今ポイントサイトは静かにやってますんで、特にポイントサイトからの収益っていうのがね、10万単位であるってことはないです。今は本当に投資が主で、そこからの利回りとかね、配当っていうのが私の資産を形作っていますね。その投資の中でもおそらくですね、これからは暗号通貨の資産、こちらの利回りの方が大きくなるんじゃないかなと思ってます。どんどん暗号通貨の価格が上がってますよね。私の資産の中の暗号通貨の割合っていうのも最初はね 2%3% ぐらいだったんですけども、今はやっぱり 15% とか 20% ぐらい膨らんできてるわけなんですよ。しかもこの膨らみ方っていうのは急増してますんで、おそらく今年中に大部分が逆転して8割が暗号通貨になってくるんじゃないかなって思いますね。まあ、そうなったら暗号通貨専門の会社を作って、そこで取り扱いをしないと、もうなんていうんですかね、もうごちゃごちゃになっちゃいますからね。という形でね、一つを管理するのでも精一杯なわけですよ、本気でやったら。だから複数やったりとかできないですし、ましてやね、人の命を預かる女性関係になると、それは、あっちこっちと腰掛けにはできないですからね。だからきっちりと終わらせて、後腐れがないようにして、場合によってはね、私には当てはまらないんですけども、養育費を一括で払って、それで、さようならということでね、一旦けじめをつけて、人間対人間の関係が終わるわけではないですけども、けじめをつけた後で、次のステップ、次の関係に入らなければ、新しく付き合った人にまでね、迷惑がかかってしまうということになります。そうなんですよね。やっぱりね、過去に付き合った方が今付き合っている方に介入してきて、あの人は昔こんなひどいことしたんですよっていうふうな思わぬところで足をすくわれるってこともあるんですよね。それが恨みに利息がつくってやつなんですよ。これはね、相当な利息がつきますんでね、本当にね、ビジネスにしても人間関係にしても、特に男女関係、浮気は禁物だと思います。浮気できるほど余裕のある人生ってのはあんまりいないですからね、そういう人はね。ということで今回は以上でございます。ビジネスもそれから恋愛も浮気はダメで一途にやっていきましょうということで、私のおすすめでした。いってらっしゃい。